女子プロゴルフツアー、大東建託 E ヘアネットレディス、第1日、22日、北海道滝野、CC6578 ヤード、パー72。出場120選手が、60人ずつ午前組、午後組に分かれてプレーし、午前組が終了した。大会主催の大東建託所属の渡辺彩香が、8バーディー、ボギーなしの64で回り、首位に立った。日本ツアー復帰2戦目の渋野日向子、サントリーは2バーディー、1ボギーの70で回り、ホールアウト時点で首位と6打差の12位につけた。約4ヶ月ぶりの日本ツアーとなった先週の GMO インターネットレディースサマンサタバサグローバルカップで予選落ち。先週はバーディーチャンスからパットを大オーバーすることが多かった。今日のような安定したゴルフをできれば、カットライン、予選通過ラインギリギリでプレーすることはなくなる。まだまだチャンスはあると思いますと、復調に手応えを明かした。元ソフトボール少女の渋野日向子にとって、今週は絶好の発奮材料がある。大会前日の21日、東京五輪ソフトボールで日本代表がオーストラリア代表に8対1でコールド勝ち、ソフトボール日本代表の勝利で今日頑張れました。皆さんのように楽しんでプレーができましたと満面の笑みで話した。尊敬する上野由岐子、ビッグカメラ高崎は開幕投手としてゲームを作り、39歳の誕生日のこの日も先発投手を務めた。私がお誕生日おめでとうございますというのもおかしいですけど、上野さんのようになれるように頑張りますと、渋野日向子は大きな目標を明かした。この日は自身のプレーとソフトボール日本代表の第2戦メキシコ戦の時間が重なった。渋野日向子がプレーを終了した時点で、日本メキシコ戦は5回の攻防中だった。これから応援しますと元気よく話した。渋野日向子は五輪出場を逃したが、五輪開幕イーで復活しつつある。渋野日向子は2アンダー発進誕生日の祖父と上野由岐子にエール。渋野日向子、22、サントリーは3バーディー、1ボギーの70で回り、2アンダーで終了時点で12位につけた。前半は13番パー4で、第2打をピン手前 4.5 メートルにつけバーディー、35で折り返した。後半は4番パー5で2つ目のバーディー、5番パー4で唯一のボギーを叩くも、続く6番パー3で、第1打をピンから2メートルにつけ、3個目のバーディー。予選落ちした前週の GMO& サマンサカップでのパッティングの不調を修正し、手堅いゴルフを展開した。13番でしっかり決めることができて、危なげない感じで、パーパットも打つことができた。今日みたいな安定したゴルフができていれば、予選のカットラインあたりで戦うことも少なくなってくるし、一打一打をしっかり考えて打つこともできる。これが明日以降もできれば上位に行けるし、結果もついてくると手応えを口にした。応援するソフトボールの日本代表は渋野日向子がプレスルームに入ったところで 2-1 とメキシコに勝ち越し歓声を上げた。今ちょうどやっている。これから応援します。昨日の皆さんの勝利があったからこそ、私も今日頑張れた。皆さんのように楽しんでできたらと話した。39歳の誕生日のこの日も先発した、憧れの上野由岐子に、お誕生日おめでとうございます。上野さんのようになれるように頑張りますと、エールを送った。次のオーディオビデオでお会いしましょう。